司会進行は令和専攻塾塾と山中哲司です。今日のアシスタントは美容皮膚科医の大月ゆきさんです。よろしくお願いします。お久しぶりです。よろしくお願いします。このメンバーみんな綺麗にしてくれてありがとうございます。後でまた。大変だったでしょう。いろいろ、ね、全部張り替えてみんな。無理を言ってね、もうほとんどね、もう顔全面ね。はい。そして、千葉科学大学客員教授、元陸上中部方面総監、山下博隆さんです。よろしくお願いします。今日はスカイプで参加となっております、自民党前衆議院議員、長尾隆さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日はこのメンバーでやっていきたいと思います。さあ、それでは早速行ってみましょう。特集その1、はい、特集その1、処理水難癖戦争です。一つ目の記事です、はい。中国日本大使館へのレンガ投げ込みは日本に根本原因、嫌がらせを注意せず、産経新聞8月29日の記事です。はい、最初のところだっけ、はい、中国外務省の王文、あ、ごめんなさい。王報道官は29日の記者会見で東京電力福島第一原発処理水の海洋放出開始後に在中国日本大使館にレンガ片が投げ込まれたことに対し日本が一方的に海洋放出を始めたことに根本原因があると述べた。日本側に責任があると主張し過激な行動を注意することはしなかった。まあこのですね、この大使館にこう、レンガ、まあ大使館の民家でも同じですけど、それレンガを投げ込むっていう、それ自体は明らかに犯罪行為なのに、それはお前のところに根本要因があるって、このレベルで、外交レベルで言うと。ここはやっぱり中国のですね、面目躍如たるところですよね。こんなことを、そんなこと言える国ってなかなかないですよ。いやーすごいと思いますね。でこれに関してちょっと僕がツイートしてるんですけど、8月29日のツイートです、はい、中国は国内の惨状から人民の目をそらし日本を鬱憤の吐け口とするために不条理な反日キャンペーンを国家ぐるみで実行している。理解を求めても無駄だ。日本がやるべきことは全ての分野で脱中国を急速に進めることだ。これは中国が自ら与えてくれたチャンスだ。無駄にするな。はい、ということでこれまあ、テレビなんか出てくるですね、なんか外務省の人だとか専門家とかの話聞いてると、なんかこう真面目になんかこう、無職に分析しようとする、してるんですよね。だけど、これだからその難しい話して必要なくて、明らかに国内がめちゃくちゃになってるから、経済もめちゃくちゃ。それから、ダムから、黙って放水して大洪水にしちゃうとかね。もうめちゃくちゃな状況になってる、その人民の鬱憤を、そらすためにこういうことをやるわけでしょ。だから、その IAEA が問題ないって言ってるのも百も承知で、わざと大騒ぎして、学校でももう子供たちに先生が煽りに遭う。そうすると、いたずら電話かけてくるやつが何からもどんどん出てくる。それもだけど、場合によってわざとやらしてる場合もあるでしょうし、国を挙げて煽って、その人民の鬱憤の吐け口を日本に向けてるって、これも明らかじゃないですか。これ喧嘩なんです。言いがかり、難癖、当たり屋みたいなもんなんですね。それ分かって、そういうね、ね、長尾先生、やっぱりそういう基本的な認識を、当然その政治家及び外務省等ですね、分かってるんだろうなと思うんですけどね。今回初めて、多分、日本外務省事務次官、岡野事務次官がですね、駐日全権大使の、呼びつけて、初めて外務省で講義をしたと思います。ただ、呼びつけてなお、この報道官が言ったようなことを打ち返したというような報道も出ていますのでね。まあ、どこまでもどこまでも、世界と全く逆行するようなことをやっている中国が孤立するいいチャンスと捉えて、こちら側はこちら側で、しっかりとですね、まあやっぱりもうぼちぼち、垂大使の召喚ぐらいのことを考える。あるいはもう垂日大使の、もう、とにかくペルソナノングラータ程度のことも考える。こういうものを少しちらつけさながらやってもいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。
なんか長尾先生の画像が異様に鮮明だったりして、なんかね。ちょっと怖かったですね。はい。はい。まあ、そういうわけで、山下先生、これはまあ、まあ、だから見解を打ってきてるわけですから、まあ、今おっしゃった、長尾先生がおっしゃったことも全部こう成功法ですけれども、それはもちろん、それはそれでやるべきことなんでしょうけども、この点、どうお考えになりますか？まず、その全面輸入禁止とかあれ、中国側の天つばですよね。うん、今なんか中国の水産市場なんか行ったら全然魚が並んでないと。ということどうなるかって言ったら、中国だって別、レストランなんかで魚出してるんですからね。うん、それが行き届かなくなるってことですよね。で、家庭にも魚が供給されなくなると。で、驚くべきことに塩まで買い込んでる人がいると。だから中国側は中国側で混乱するだけですよね。こんなことやったら。流通はずっと世界でこう動いてるわけですから、もう少しマシな政策をやればいいのに、なんか子供がやってるようなね、喧嘩ぶりですよね。ただ相手が、まあ、子供だから大人の対応を取ればいいじゃないかっていう日本政府はそうじゃなくてですね。まあ、子供は子供なりに対応すればいいんですよね。で、いいチャンスですから、世界中にこう理不尽な科学的根拠もないのに、こんなことをやってる国と商売すると、いつキノコが飛んでくるかわからないから、少しずつ引いてね、チャイナリスクを少なくしましょうと。こういう世論戦、世界にやってもらいたいですよね。先生おっしゃるように、これもどん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 引いて、逆にですね、いや、危ないと思うんだったら、尖閣も含めて日本の近海来て、その魚で、日本国内でどんどん流通したらいいですよ。よく美味しいのが並んでたのが、今サンマは全部中国に持ってかれるんだって、うん、居酒屋の店主が言ってたことがあって、うん、そういうのがなくなるのは、なんかむしろいいかなと。取り返してですね、やればいいんです。で、あと、それ以外も、すべてのサプライチェーンをですね、まあ、日本の企業もたもたしてるとかあるじゃないですか。もう全部もう帰ってきて、もう組み替えるってことですよ。それをもうどんどん粛々と進める。どんどんやる。はい。そのチャンスなんですね。日本の貿易総額の対中貿易は 20% なんですよね。あまりにも大きすぎますよね、一国に対して。うんうん、やっぱそれせめて少しでも減らすような努力を今から日本政府は少しずつね、やっていく努力を示してもらいたいですよね。そうですね。エコノミックステートクラフトっていう言葉があるんですけど、それはそのこういう、まさにこう経済の観点から嫌がらせをして、相手を従わせる、屈服させるっていうやり方なんですね。で、これはエコノミックステートクラフト。まさにその経済安全保障の概念なんですよ。だこれはまさにそれです。だからそういう先生がおっしゃったみたいに、依存度が高ければ高いほどやられるんですね。そうですね。でも国からどん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 少なくしていくということです。はい。もういいチャンスですよ。うん、はい。で、三木真一郎さんの2021年6月26日のツイートです。中国で過去にも何度も反日デモがあったことを忘れてはならない。映像は2012年中国全土で行われた反日デモ。日本車が倒され日系企業が襲われた。中共政府のプロパガンダによる大衆誘導や人民のガス抜きに反日運動を利用されるが、今の中共の状況を鑑みるといつ発生してもおかしくない。これ覚えてます？2012年の、うん、もう生まれてたでしょ。生まれてましたが、はい、実はまだその頃は生まれてましたって学生とかをしてたんで、はい、あんまりあれだったかも、ね、社会に。でこれだからこういうふうに誘導された時にですね、やっぱり中国人民一気にこう切れちゃいっちゃうっていうところありますよね。で、このテレビなんか見てたら、このまた日本の専門家がまあ出てきてですね。いや、だけど過去もまあいろいろこうありましたけど、まあしかしまあいつまでも続くものじゃないと思いますが、とか、あるいはですね、いや、これで中国政府と全面的に関係を悪化させるべきではないとは考えておりました。そういう、もうそういうのもう中途半端な発想がダメなんですよね。やっぱりこういうことがあったら、ビフォーとアフターをはっきりさせるってことですね。もうこういうことがあったんだから。だからもうこっちはもう分かったから、もう全部アフターはもうこれなし。もうここの部分はすっぽり抜けてる。こう変わってる。そういうふうにしなきゃいけないわけなんですよ。日本の対応が何にもないので、毎回こういう大規模な、まあ、デモとかね、そうそう、うん、暴動近いみたいなのをやったって、まあいいやみたいになるわけですよね。そうです、そうです。うん、これはお隣の韓国も同じですけど、はい、そういう民度の国と付き合う場合は、やっぱり我々もちょっとしっかりね、
大人のいわゆる西側と付き合ってるわけじゃないんですから、うん、少しはやっぱり荒技みたいなのもね、見せながらやっていった方がいいと思うんですよね。だから何回ね、やったら、やっぱりとんでもなくて絶対やられると。うん、絶対あいつら何かやってくるというふうに思わせなきゃいけないんですよ。で本当にやるわけです。うん、2回に1回ぐらい本当にやるわけです。やるときは徹底してやるわけですね。そういうことをできないと、うん、もちろん外交だってそんなもんですね。はい。本当に日本政府にいい加減に学んでほしいと思いますけども。はい。でもね、ちょっと聞いたんですけどね、日本の政治家、官邸のね、人たちは何も分かってないらしいですよ。農水大臣が記者会見の時にね、ここまでやると思ってなかったって、おい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 って、ちゃんとやろう。最大向こう側がね、抵抗したり、いろいろ妨害したり、いろんなことやってきたらっていうのを見積もってるはずでしょって。そうですよ。で、次々切るカードもこっちで準備しておいてですね、うん、発動しなければいいだけでね。そうそうそう。準備してるでしょ。それとね、もう一つ思ったのが、なんかね、どこの局か忘れたけども、またやっぱり漁師さんが深刻な顔して出てきてね、で、お魚これこんな余っちゃったと。うん、これどうしたらいいのか、いつまで続くのか非常に心配する。だからそれ、分かってんね。そういうことも起こり得ると分かってんだから、もうさっさともうどこに流通させるか、日本のどこに出して、もうどういうキャンペーンやるかとかですね、考えてなきゃいけないわけですよ。ってんだって感じですよね。中国 100% のところとかあるわけですよ。うん、そのホタテとか、うん、北海道もそうですけど、はいはいはい、でそんなのはもう、 こう処理水出した時に風評被害が始まるんじゃないかっていうのを考えると、うん、まあどっかにリスクをね、やるようにやっぱり経営者は考えておくべきですよね。そうですよね。はい。でも東京のね、東京のどこにだから料亭でもうそういうホタテ祭りするとか、うん、いやどこでもいいんですよ。そうしたら国民喜ぶし。そうですよ、ね。うん。だからね、何度も言ってるけど、オーストラリアもそうだったんですよ。もう中国にあれ買わない、ワイン飲まないね。で、しかもロブスター買わないとか言って。で、そしたら、もう国内で流通させたんです。もう。うん、そしたら、もう一般家庭にロブスターが来て、うん、みんなお喜びですよ。うん。そうやればいいんです。やればいいんです。なんで中国人にその高級食材をわざわざ、ね、渡る必要があるんだってことでね。あともう一つは、日本近海で大量に漁をして持って帰ってるわけですから、うん、こっちからですね、うちの、水産物が食べられないんだったら、お宅が取って帰ってる、いわゆる中国の漁船で取って帰ってるのも同じですよっていう宣伝をガンガンした方がいいですよね。そうです、そうです、そうです。うんうんうん。本当は国ができなければね、民放でやってもらえばいいんですけど、うんうんうん、そういう民放はないですもんね。まあ、文化人放送局ぐらいですから。まあ、本当にその、戦うことを忘れて久しい日本民族ですね。はい。この9番のね、また、ちょっとこれ、ミキさんパレードなんだけど、はい。8月26日のツイートです。大阪の電車の中の広告、もう中国から距離を置きなさいよ。中国、両面で、はい。またね、そういうフェスティバルやるっていうことですか？フェスティバル。はい、チャイナフェスティバル。はい。で、もう一回、10番の方は、その後、まさかやらないですよねって、ミキさんのツイートです。はい、これは、代々木公園でチャイナフェスティバル、2023、9月ですね。来。だこれやったらバカでしょ。9月9日と10日。これ同じものを、北京で今からやるって言ったら大変なことになりますよね。うん、いや、日本は何にもないんですかね。警察はもう厳重警備でしょうね、多分これ。うん。あ、最高顧問がすごいですね。すごいですね。誰ですか？福田なんとか先生。ああ、もう例のね。お父さん。うん、お父さんの方でしょ。うん。いやー、もう本当に、でもこれやったら本当バカなんだけど、やりかねないかな。うん、15万人見込みですか。いやちょっと行ってくるかな。はい。ちょっと、香田隆昌さんがツイートしてますね。同じ、9月9日と10日、はい、代々木公園でチャイナフェスティバルが開かれるそうな。うん、実行委員会最高顧問は福田康雄氏で、来場者見込みは15万人、出店は約80、この後に及んでも中国に利用される日本人。当然日本の食材は一切使わずやってください。どれほど日本人が平和ボケしているか確認できる貴重な日に。うん。まあ、でもこの平和ボケもここまで行くとね、もう凄まじいですよ。うん。これはやっぱりもう完璧に終わってるなという感じですね。はい。
次お願いします。山岡さんの8月30日のツイートです。オーストラリアに移住した中国人の中には OG 化する中国人もいる。そういう中国人がうかつに中国に帰国すると曖昧なスパイ容疑で逮捕され投獄される。欧州政府も助けられない。国民動員法が発動したら在外中国人は逆らえないだろう。日本は今から対策を講じるべきだ。はい、これね、このなんですか、 OG 化で OG とおばあの年取るという あれがないな、あれあれがない。やっぱこう中国の、まあ、中国で教育を受けた今時の中国人、つまり昔の中共から逃げていった中国人じゃなくて、今時の中国で教育を受けた中国人の若者でも、こうオーストラリアにこう留学してしばらく暮らしたらですね、あるいは親について移住したらですね、なんか良くなっちゃって、で、だからオーストラリアが良くなるっていう。オーストラリアが好きになっちゃって、オーストラリアのカルチャーがね、ちょっと一応今なっておきますね。で、好きになっちゃって、なんかもう王子っぽくなっちゃって、英語も上手くないじゃないですか。考え方もなんかもう、西洋風、オーストラリア風になっちゃってね。で、それで、結構それで、まあそれなりに、だからまあ真面目に勉強して成功するんだけれども、うかつなことにですね、やっぱり中国人だから。英語もできるようになったから。で、中国でなんか機会があるじゃないかと、オポチュニティがあるじゃないかって、ちょっと帰ったりするわけですよ。あるいはですね、この記事の中に出てくるですね、まあ、学者ですね。もうちょっとまあ、帰っても大丈夫だろうみたいなもので、帰っちゃう。そうしたら捕まって、それもだからわけのわかんないスパイ容疑ですよ。何にスパイしたのかわかんないんですよ。だけどそれでもう引っ張られて、どっかに連れて帰って、秘密の場所で、もう質問済み、尋問にあって、で、裁判もなんかろくに開かれず、刑務所に入れられると。で、そこに、そのオーストラリアの外務省が、まあ、なんとかこう、行くんですけど、ああいう国だからもうどうにもならないんですね。でしかも、もともと中国人じゃないですか。だから、いくら国籍変わっていても、もうこいつもともと中国人だからということで、中国人の犯罪者扱いされちゃうわけですね。まあもちろん日本人もそういう形でいっぱい捕まってるんでしょうけども。だから、たとえこう非常に面白い、こう、中国人が出てくる、こう、まあサイレントインベージョンって言ってるけども、ところが、やっぱり同化してる中国人も出てくる。うん。でも逆に今度それ中国人うっかり帰ったらもう捕まっちゃう。ということで、こういうことも起こってるんですね。ということは、海外に出てる中国人も怖くてですね。もう逆らえないから、まあ、もし国防動員法とかですね、そういうものが発令されたら、もう従わざれなくなるでしょうね。そうですね。はい。そういう事実があるということなんでしょうね。じゃあ、ここから、どうしましょう。ちょっと時間がずれちゃったけど、陸将の戦争分析いきますか。はい。それでは特集の2。特集2、元陸将の戦争分析。はい、今日は中国の秦剛外相失脚は米情報機関の逆襲、習主席に大ダメージ、米中スパイ戦争の内幕、 CIA 長官発言に伏線が、はい、ザクザク8月26日の記事です。はい、はい、山下先生お願いします。これはですね、これはどなたのあれですかね、これじゃなくてですね。これ読み上げるわけじゃないですよね。違います。先生のコーナーにこの記事があったんです。これなんかルトワックさんか誰かが、記事で書いてたんだと思うんですけど、この外相が習近平に対して、台湾侵攻を、まあ、習近平が本当にやろうと思ってると。で、それはもうやめた方がいいと。実は猛烈に反抗して、こういうことになったっていう、ちょっと書かれてましたけども、バランス感覚があった、もしかすると、外相だったかもしれないですよね。まあ、外相になっても、あっという間にいなくなったんで、ハンドリングが、見えなかったですけども、逆にそういうバランス感覚を持ってた人、仮にですよ、失脚したとなると、イエスマンしか本当に集めてないっていうことですから、非常に、怖い、ダメージっていうか、我々にとっては少し怖いですよね。そうですね。いわゆる景気が、不動産バブルが弾けて、で、失業率が増えてきて、で、経済的なダメージと、あと、万が一、この台風が入ったり、農産物が取れなくなったりしてくると、人民の目を外に向けないといけないってなった時に、暴発をしないといけないよね、と。暴発をさせたらいけないよね。そういう時に、バランス感覚がある閣僚がいて、いやいやっていう人がもういないということですもんね。
非常に怖い、うん。で、これはどうもですね、この記事によるとですね、うん、まあ、バランス感覚が、まあ、あったということもあったかどうか、なんですけども、CIA に買収されていたんじゃないかというですね。で、これも、その、もともと CIA のエージェントが中国国内にいた人たちが大量に捕まった。これ裏切りがあったんですね。CIA の香港ベースかなんかのエージェントが、その中国国内に散らばっている、まあ工作員スパイを全部管理してた。そうすると全部名前からどこにいるとか連絡方法とか、あるわけですよ。で、それをね、どうもそのお金をもらってあげちゃった。中国共産党に。うん、それでも片っ端から捕まって全部処刑されちゃったっていう大変衝撃的な事件があったんですよ。そして今度 CIA がそれやり返すというので、このどうもこの新外相がですね、外相になる前に、もうすでにその彼の愛人の名前と顔とか、そういうものから何か全部調べて持ってたと。で、本当に外相になってしばらくしたら、バーンとこう、出してきて、もう CIA のスパイになってるよ、というようなことを流されて、今度は、向こう側でこういう、まさに高官ですね、習近平一部近い人が失脚するという事態になったと。だからここは、その、スパイ合戦、潰し合い。うん、例えば、でも、スパイも実際に、情報収集してる人間を潰すっていうのは、まあ、これはわかるんですけど、うん、それにカウンターで外装を潰すって、何の得にもないですもんね。だから、あんまり情報、まあ、ある程度見てる、とかすると、それはないのかなと思いますよね。うん。まあ、すいません。中国の国内での、その、権力争いだったら、さああるかもしれないですけど、アメリカ側が仕掛けるにしては、ちょっとお粗末ですよね。お粗末。うん、プリコジンを殺したプーチンみたいに、乱暴なやり方だから、ないんじゃないかなとは思いますけど、話としては面白いですけど、ね。はい。まあ、そういう、まあ、この記事がね、この記事はそういう欧州、うんの一環として、新豪外相の失脚があったというような。うん、だから、新外相の方が話はやりやすいはずなんですよね。今、王がまた戻ってきましたけども。うんうんうん、だから、そういう窓口を潰すというのはあんまりやらないですよね。はい。そうですね。これは確か元朝日の峰村さんの記事かな。はい。ということですね。はい。次の行ってみましょう。自衛隊は軍隊か。平和を守るため憲法改正を、軍法会議の制度がなく台湾有事見据え検討すべき法的課題、ザクザク8月27日の記事です。はい、はい、ということでこれはもうずっともう、そうですね、語っている内容ですね、はい、よく自衛隊軍隊ですかって聞かれるんですけども、うん、まあ外見とかあるいは動きとか、うんうん、それから国際貢献の中で海外に出たときは、まあ、軍隊として認知されるんですけども、じゃあ実際、軍事組織なのかって言われると、行政機関なんですよね。うん、で、自衛官は武装公務員ですから、うん、軍人ではないんですよね、うん、軍隊の成立要件っていうのがあって、軍政事項、いわゆるこれは行政的な面、軍令事項、これはオペレーションですよね。まあ、両方に関わる事項と、軍法会議っていうのがあるんですよね。特殊な環境下で行動して、国際法に基づいて活動する組織なんですよ、軍隊って。だから、特別に刑法が必要なんですよ。例えば、陸軍刑法、海軍刑法。で、特殊な環境下、友情の中で起こったいろんな様々な違法行為については、軍法会議で裁かないといけないんですよ。ところが、日本は日本国憲法で特別裁判所を設置を認めてないですよね。ということは、一般の裁判所しか裁けない。そしたら、例えばですよ、民間人を私が、上官の命令で撃ったと。で、殺したら私殺人罪ですよね。で、上官は全く知らない間に100人いる中の1人が撃っただけで、僕はそんなこと思ってないって言われると、もしかするとですよ、無罪になる可能性もあるんですよ。軍法だったら違いますから。指揮官の命令で撃った人間が、誤って人を殺したら、指揮官は重罪ですよ。状況によって撃てて命令した人間は前が見えてませんでしたって言ったら無罪ですからね。そういう形で極論ですよ。組織を統制しておかないと誰も戦闘に従事しないですよ。自分が責任を負われると思ったら。で、逆もあるんですよ。逆も。国内法じゃなく、これ国際法で動いてるんだから、日本の国内法は適用しないから無罪にするといろんな事案でもね、隊員を守るためにね。まあそういうバランスを持った特殊な法律と特殊な裁判所がないと、戦場でおけるいろんな出来事が処置できないんじゃないのって言ってるわけですよ。で70年間も何もなかったので、このまま、
自衛隊は何もなく動いてきてましたけど、いずれ台湾有事があった時にね、問題が発生するんじゃないかなっていうのを、夕刊記事の連載の中で書いた記事。そうですね。これ、はい、もうずっと前から大きな問題で、何しろ、もう山下先生が、断るたびにですね、私は武装公務員です、軍人ではありませんとおっしゃっていたのが、もう本当に心に残っていますね。これやっぱり警察予備隊の段階でね、そこでいい加減になってるんじゃないかと僕は思ってますけども。そうですね。はい。ちょっと時間になってしまいましたので、ごめんなさい。一旦ここで、終わります。途中で長尾先生がですね、機材の不調が原因で、中断してしまいまして、出られなくなってしまったことを深くお詫びいたします。申し訳ございませんでした。はい。それではまたこの後続けますので、どうぞ引き続きご覧ください。はい。